皆さんこんにちは、ラバーラックです。今回は回路とスピードセンサーを使って速度計を作っていきたいと思います。これで全ての乗り物のスピードを測ることができるようになります。はい、ではやっていきましょう。今回はですね、たった3つのパーツを使っていきます。では上からですね、まずロジックからですね、の中の関数1、入力というのを選んでください。選んだら下に落とすと。で、次ですね。次はディスプレイズの中から、ダイヤル。以前使いましたね。こちらを選んでください。その次ですね、少し下にあるセンサーズと書いてある中からですね、ちょっとこれセンサーはみんな同じっぽいんで分かりにくいですが、リニアスピードセンサーを用意してください。はい、はい、これだけですね。この3つだけを使っていきます。はい、ではまずですね、スピードセンサーを取り付けていきたいと思いますが、スピードセンサーは本当どこでもいいです。まあ、なるべく目立たないところの方がかっこいいので、この辺りにこうつけておきます。まあ、若干出っ張ってますが、当たり判定はこの部分はないので、問題なくここで接続しても地面に引っかかることはないんで安心してください。はい、次ですね。次はじゃあダイヤルから置こうか。ダイヤル置いていきます。置けそうな場所探してください。ここ無理かってことはどんどん混んでくるな。混んできちゃうな。この辺りでもいいかな。はい、この辺りにしましょうか。結構視界遮りそうですが、まあ最初のうちごちゃごちゃしててもいいのかなとは思います。はい、ここに置きます。で、次に回路ですね。回路が本当に量が多くなってきたので置く場所に困りますが、まあどこでも置いてもいいんで、普通にモーターの上に置きましょうか。はい、こんな感じでいいでしょうか。はい、ではこれでパーツの付け替えというかセットは完了しました。はい、では次に配線をしていきたいと思います。いつも通りですね、ちょっと見づらくなってきましたが、まず下の方、こちらありますね。リニアスピードセンサーから関数に結びます。で、関数からダイヤルの方を結んでください。はい、こんな感じですね。3つつなぎました。これで配線は完了という感じですね。あとは電気、いつも通りつないでください。リニアスピードセンサーと関数はいりませんが、このダイヤルだけは必要なので置いておいてください。はい、では続きまして設定をしていきたいと思います。設定はですね、今回まずダイヤルですね、ダイヤルに関しては最小値マイナス1、最大値1が表示できますが、今回車なのでもちろん最小値マイナス1ではなくて最小値0ですよね。で、時速はまあ車にもよるんですが、今回のこの車が出るスピードとしては多分100キロぐらいなんじゃないかなと思うので100キロ、で表示したいと思います。はい、次ですね。次はですね、ここ関数ですね。関数のところをセットします。で、この関数というのはですね、まあ皆さんが中学校に入ると、習った過去形か現在形か未来形か分かりませんが、中学校の時に習うあの関数ですね。 x に何かの値を入れてそれを掛け算したり足し算したりするやつなんですが、これをしてくれる回路になります。で、この回路、先ほどリニアスピードセンサーから結んで、そしてダイヤルに向かってますね。X の値はこのリニアスピードセンサーから拾われた値となります。で、ここにその式を入れることによって、さまざまな式に答えに変換してくれて、ダイヤルに答えを送ってくれるということになるんですが、今回はですね、なんでこの関数回路を使うかというとですね、リニアスピードセンサーが、計測してくれる値はですね、時速ではなくて毎秒何メートル進むか、を表示してくれます。計測してくれます。なのでそのままダイヤルに移してしまうと、毎秒何メーター進んでるかっていう表示がダイヤルに出てしまいます。普通の車の場合は基本的にキロメートルで表しますよね。なんでそれを、変換するためにこの関数回路を使います。で、変換の仕方は簡単です。
まあ小学生の時習ったかと思いますが、秒速を時速に直す時は、その秒速の値に 3.6 をかけることによって出てくるということなので、今回 x×3.6と入れれば、リニアスピードセンサーからの値に 3.6 をかけて出力し、ダイヤルに表示してくれるということになります。はい、こんな感じで簡単ですね。で、この下の方にいろいろそのヒントが書いてあるので、皆さん参考にしてください。簡単なのは、まあ入力は X と表しますよと書いてあります。で、下にいろんな P とか、あと演算子、これ足し算引き算の記号ですよと。あともうちょっと難しくなって、高校生になるとラジアン、三角法なんていうのが出てきますし、まあ関数なんていうのが出てきたりしますね。まあ頭痛い人にとっては痛いですが、まあ可能性はすごいたくさんあるということをお知らせしておきたいと思います。で、変換に関してはこちらにも書いてあります。で、今回使ったのは x×3.6、毎時、毎秒メートルからキロメートルアワーに変換するということで x×3.6 となっています。はい、ノットに変換する方法とかラジアンに変換する方法とかいろいろあるので、皆さんね、自分の好きな関数を使ってやってみてください。はい、ということで、こんな感じで今回は完成です。では実際走らせていきましょう。よいしょ。はい、出てきました。随分本当に毎回ごちゃごちゃするような作りですね。そろそろ綺麗に仕上げていきたいところですね。はい、目の前にはダイヤルがついてます。速度計ですね。はい、また スタートさせて、はい、出発しましょう。お、そうするとダイヤルが出てきましたね。はい、ダイヤル一番上のバリューというところに表示されているのがその数値です。で、今回は0から100なので、一番上の頂点のところが50キロという値ですね。ちょうど51キロぐらいでこの車は走ってるみたいです。こんな感じで走ってくれるということで、これでとうとう速度が分かるようになりました。皆さんね、今まで車を作ってきたのに速度がわからないじゃないかという不満があったと思いますが、今回これで解消されましたね。はい、よくやりました。皆さん、また一つ新しいものを学びましたね。はい、ということで今回はですね、スピードセンサーを使って時速を計測する方法をご紹介しました。これでより進化したクラフトができるんじゃないでしょうか。皆さん、またお会いしましょう。ラバーダックでした。バイバイ。